バカ歩き賞は、コメディ番組、空飛ぶモンティパイソンの第2シリーズ第1話の中で放送された有名なスケッチである。後に、モンティパイソンライブアットザ、ハリウッドボールや、復活ライブ、においても演じられた。バカ歩きの、図説前のスケッチの舞台だった店に、スーツに、山工房という紳士風のいでたちで、体をくねらせながら歩く男がやってきて、タイムズを買っていく。 その後その男は見るからにバカな歩き方をしながら、館長街であるホワイトホールを歩いて行き、ミニストリー・オブ・シリー・ウォークと書かれた看板の前を通り過ぎる。この男は、バカな歩き方を考える役所、バカ歩き省の公務員だったのだ。その後、彼が建物に入り、バカ歩きをしている職員とすれ違いながら執務室へ行くと、気の弱そうな中年男性、 アーサー・ピューティーが中にいた。ピューティーは自分のバカ歩きに助成金を申請するが、彼のバカ歩きは左足が引きつったように上がるだけであまりバカではない。見かねた、彼はバカ歩きをしながら、ピューティーに陰銀二章の予算の厳しさを語り、英仏バカ歩き研究協会への入会を進めてビデオを見せる。また、途中で秘書がバカ歩きでコーヒーを運んでくるが、 お盆の上でカップがひっくり返って全部こぼれてしまうというギャグがある。秘書は配膳せずにひっくり返ったコーヒーセットごとお盆を持ってバカ歩きで多乗する。このスケッチはもともと怒りのショーというタイトルであったが、ある時坂の上にあったグレアム・チャップマンの家で台本を書いていた際、坂の下から重力に負けじと妙な歩き方で上がってくる男を見て、この バカ歩きのアイデアを思いついたという。ありがとうございます。